ちょっといい、サブちゃん。はい、どうした今さ、これ、俺が個人的に興味あるやつで。うん。頼んだ。いいっすよ。ちょっと紹介しようと思って。いいっすか。ちょっと、テンション上がると思う。見た目はね、大したことないんですよ。なんて書いてある？米の？米っ子？米っ子、卵。こちら。全然知らない。卵なんですよ。ただの。うん。ただ、黄身が白い。これってこと？そう。見たことないでしょ？いや、そんなわけない。さあ、そんなわけないよ。ちょっとどうなのかな？で、なんでそんなことが起きるの？米だけを食べて育った鶏が産んだ卵は白いらしい。いや、ほんとかってね。そんなわけないわ。それは嘘だわ。普通のよりも高級ってこと？いや、これで、まぁ、ちょっと高いかな。600円ぐらい、これで。あー、まぁ、1個100円。普通よりは高いな。ちょっと割ってみていい？うん。いきますよ。はい。うわぁ！おー！確かに白いな。変な気持ちになるな。美味しいのかは分かんないな、正直。こう見たときに。なんか、味はあっさりしてるらしいんだよね。卵とは違うの？普通の卵よりもあっさりしてるらしい。へぇー。あー、ちょっと、卵かけご飯にしてみようかなと思って。あ、いいんじゃない？やっぱ白いよね。どう考えても。でも、ちょっと、黄色っぽいからリアリティあるっていうか。そう。なんだろう。なんかさ、もう、妙に白かったらさ、美味しそうじゃないけど、うん、卵っぽいから、うん、全然食べれるな。ちょっと割ってみますよ。これを割ると、こんな感じですね。ほら。普通の卵よりも全然。いきますよ。ご飯だけど食べないとね。本当の白とほら、ほぼ同じ色だよね。あれみたいだね、カスタードみたいだね、なんか。そう。あ、確かにカスタードみたいな色だね。食べますか。ちょっと行っていいですか、卵かけご飯。はい。おお、なるほど。じゃあ僕もいただきます。かなりあっさりだね。あー、ほんとだね。だから上品な卵って感じね。クリーミー、うん、そうだね。味がちょっと薄いけどクリーミーで上品な。でも卵だ、絶対。うん、なんか美味しいわ。美味しい。これちょっと好きかもしんない。朝このくらいの方がいいかもね、逆に。卵かけご飯食べるなら。うん、食えるね、全然。うん、美味しい、ほんとに。納豆どっち美味しい？こっちに決まってるでしょ。いや、美味しいな。うん、ということで、ただのレビューなんですけど、はい、白い卵あるよっていうのをね、ちょっと、はい、皆さんにお見せしました。以上です。え、なんかネットの通販で買ったってこと？これはそう、通販で白い卵って調べると届きます。へー、じゃあそこら辺じゃ売ってないね。愛媛のあたりかな、確か。これが買った場所は、うん、でもね、結構もうだんだんじわじわと人気らしいよ。で、どんどんこうやって広がっていく感じがね。うんうん、珍しいからね。初めちょっと怖いけど、食べてみたら美味しい。うん、美味しいよね。ということで、はい、サブチャンネルでした。ありがとうございました。はい。めっちゃ回すよ。もう多分5000は回してる。うん、全然。